さっきもちょっと言いたくてやったんですけど、メンバー紹介まずね、今日本来僕らあのオリジナルのローリーなんですけども、コーラスで参加してもらいました、ジュンとネネです。アンジェリーナルです。キーキーとロマンとこの上ね、来ましたニューファッションの新大上国産上映のバンドで必ず出会わせば見てください。で、さっきもボンドタイハーグレープサムサムさん大阪ホントリースからかけてくれました、ミヤピピアンス、ミヤピピアンス、カランペットを先からニーニーロストのように聞かせてくれました。クロちゃんです。サンキュークロちゃん、ありがとう。ギガギガの音楽に羽ばたいてありがとうございます。ここからね、オリジナルメンバーに入っていくんですけども、このおっさん紹介せなあかんな。このおっさん、あの歯もない毛もないんですけど、二人そうって毛がないんですけども、コンビでアップルウォッチしてほしい。こんな感じで話してますから、落とせよ落とせよ。ギター弾け、ジャイアントロボ。了解しました。今から急ぎ終わってまうのに連絡さんが神戸新永田の方のバイブロイズです。しかし、ギターでございます。ありがとうございます。先週の早くギターを弾いてくれたことです。後ろで選択クールに乗ります。コンビ若いでしょ、僕らと比べて。なぜかといえば、一度も就職したことない。就職は働いてるんですけど、いわゆる組織に属したことない。ほんま千人みたいなやつが尊敬するんですけど、あんまり何かを悟ってます。今はね、神戸の、セレブが集うまし、新海事業とかの南に行かしたところでライブハウスアリスが夜中の3時ぐらいで、夜中のビールなんだよ。自由に歌えたらできるんで、この辺選んでください。タクラさん、タクラボード川原さん、ゴール。ちょっとコーナーなんですよ。コーナーなんですよ。なんでも肌のこう DNA があれがちゃうと、こう綺麗さが、手がりが唯一の若手でございます。まあ、35なんでも皆さんは若いからしてんけど、世間から遅いからね。日本自社の道は40から。お前ね、ディガディガのサンサン音楽やってもらってますけど、普段はジャズピアニスト、クラシックからジャズ日系のダンスピアニストです。普段はね、ほら、外で、外でか、コンビでね、ここのアリスガーデンとかでこうジャズやったりしてますけど、よかったら聴きに行ってください。マッチアップの松田美穂田フリー。後ろにおりますけど、前にもおるように言えるでしょ。なぜなら顔が出るから。ディガディガ、ロギが多いですけど、これと、これと、これ、顔でかさんに言う。で、この辺が小さいから、ね、エンディング感がおかしくなるでしょ。これで、まあ、後ろになるけど、この辺で、ね、この辺で、ね、いつもなんか、この辺で弾いたら、俺なんかもう、自分より後ろで弾いたら、顔のところ行ったりとか、僕はね、ご発達なんですけども、僕らですね、ちょっとしたら、50人。入りぐらいでまた23、ほんまそのこと顔でかかったですもんね。お母さんも手伝うしかないです。カラモちゃんごとカラモとマスクを落ち着くのないね、世界一落ち着くのないベーシストっていうのはドラマーの横でそっと吹きながら弾きますけど、多分ね、最後の曲が僕より前に必ず僕より前に落ち着きのないベーシスト、シンゲルゴダワのシンゲル。そして最後になりますけど、私ちょっと長くなります、長くなりますけども、神戸の表参道で言われています笠松翔平がやですよ。笠松翔平のハンプリギブスコです。神戸のお嬢さんのお
もちろん憧れる中学吉田中学校優秀な成績です。そしてその入る時の偏差値は高い高いが出る時は10分の1になっているという兵庫高校はい、卒業式先日までこうね課題をやらされたギリギリ卒業式で、その後ギターを1本こなしていって俺は東京でスーパースターになるべき行きました。え、大学、あれ、伊藤だな、普通だよって言われました。ごめんね。人生の裏側にどう、あやめようと思いましたけど、今日は、今日一緒に迎える、これ、一重に、お母ちゃんのおかげです。一般人生歩んでくれることでしょう。最後はね、ほんま2曲なんで、ほんと先ほどの2曲なんだけど。